試合負けてる側は対策してる分、さあということでルーザーズの試合でございます。はい、さあイエイイエイ、あっルークだ、ルークですね、イエイ、ルークでも結構モダンチュンリー相手だと飛び道具打ちづらかったりするんで、はい、結構モダン戦の経験大切ですけどね、うんうん、さあそれでは見ていきましょう。ルーザーズクォーター、ハイタニチュンリーバスメナールディルークです。うわ、飛び道具強気に打ちますね、うん、ワンボタンでハザーシュで弾抜けできるんで、はい、確かに結構飛び道具ちょっと勇気理想ですけどね、はい、発生のある一定の状況から弾抜きがハザーシュついています。いや強気に弾打ちますね、必ずハザーシュ、はい、増やしてきました。いや、確認してますね、うまいっすね、環境の違いをものともせずにうまい、ワンボタン確認をする、そして振り向きテンション、いやー、写真うまい、早速前中盤に対して埋めて、うん、よう抜けた、ハザン、球を嫌がって打っていきますがメインの RD も動じません、三角、うまい、飛びで逃げた、あ、怖い、ああ、来ちゃった、さあ、これはどうでしょうか、これ倒しきれますね、素晴らしいコンボ判断、あの状況でこの展開が描けているかメナールディ、さあでも強気に飛び道具打ってくるのは結構びっくりしましたね、はい、相手さんもちょっとびっくりしてたんじゃないかなと思うぐらい結構タバ食らってましたね、今日は無敵技をかわすように打ってきました、ね、相手の中足も避けました、今のモダン対策の可能性すらありますね、そうですね、ただここはハイステンス、ね、およく抜けてきました、あバン、あでバンしてないか、ちょっとこれ脅威、後ろモダンはあそこでコンボをそこまで伸ばせません、上、ここは早いし、ね、風タイプもう読んでる、早いな、風投げを潰す形か人読みすごい入ってますね、すごいな、この転生客、そして確認、確認精度やばいな、高いですね、投げ、あ、楽しいで、攻めの投げはループしないが、アシスト強を重ねて投げ、いいですね、投げ抜きを誘っていきます、あ、しかもまだ2ゲージあるのがいいですね、うん、リガは、おっとここはアッパー漏れてしまいますが、低空百列でビアルキーで避けている、どんなガード方法だ、凄まじい、バウン、はい、ドライブゲージ削りますね、はい、ギリギリバウンアウトしません、あどうする、このさあここはダメージ中止、打ってくれ、当たる、に対して強気ですね、いやこのやっぱ弾力がすごいですよね、はい、上位勢は近距離での読み合い、その頻度、速さ、ピカイチです、中盤でやってきましたね、クータイク、はい、テイク100回戦か、そうですね、100列で体調ずらしするのを知ってるので防ぎましたね、え、スタンもある中で飛行ショータイク、バンアウトは回復、ドライブゲージは申し分ない、出してくる、うーん、いいテンションを打っていく、あドライブラッシュ1回できるぞ、よしよし、から投げる気を誘いますが、メナはボタンを押していました、おいしい、バカボタンが難しいところ、ドライブゲージがなかった、いや、おいしい、削りで終わる、削りで終わるが、うわー、地中継、ジャンプしたところに突き刺していきます、メナールディ、これはお互い動き、あれですね、硬いかもしれないですね、2回コンボ倒せるチャンス、メナが逃してたんで、そうですね、珍しいですね、はい、としては確認見つける、でかいよ、ここまでドライブリバーサル再三メナールディ決めてきましたが、ここはハイタニはガードしていました、ただバーアウトドライブゲージを使いすぎてしまいました、メナールディがガン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 有利を取って、どん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 端に、どんどん端へ、さあただこれハイタニさんも別にいいやって感じですね、ガード、ガードしてりゃいいやっていう感じのスタンスでしたね、はい、見事に抜け出して逆にメナールディを端に追い込んだ、まあ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 、まあ、そんなに悪くないですよ、ダクト、ここはガードになる、いやここでバックステか、読みがすごい、本当に使うんですけどね、バックステップも、うん、オーディバンドブラスト飛び道具で、あバウンド狙ってます、これそうですね、ドライブゲージ入ったにまずいが上、いやー体をずらすようにいきますが、メナールディが着地硬直を捉える、会場からもどよめきが、コンボミス目立ってますね、メナールディ、そうですね、落としたところ危ない、怖っ、踏み込んだところにメナールディはしゃがみチュピを置いていました、確認なしでのフィニッシュ、ラウンド選手はメナールディ、いやーこれを着てまた強気に保ちますね、うん、なんかやっぱゲームメイクがすごいですね、うん、おそらく上がってくるな、中足なしにも高頻度でドライブリバースを決めてくれ、ただここはここはしっかり確定、はい、
放力線つないで距離ではなくラインを押し上げることを選択。ハイタリガードを揺さぶるわけではなく上、ここもスラッシュはこちらにもある。スラッシュくんのあっちもこれはなんかいろいろありましたね。多分飛行剣やろうとしてカメラ足んなくて100列客になりましたね。なるほど、エナ的にはちょっとアンラッキーでしたね。さあピンポイント、運が味方しましたね。今年再三打ってきた飛び道具に相谷が飛びを合わせていきました。それでもメナは打ってきます。ハゾシュかなり飛び道具は嫌がっている。まず行く百列からコンボを繋いだ、ね、インパクト重ねる体幹で青ホビリ重ねる重ねてラッシュでコンボを伸ばして安全とビルト当たっている当たってる。これエッセツどうでしょうか。ここでゲージが溜まるか。溜まりますねゲージ。キック保証バッチリ。いやすげー、この試合だいぶいいを勝ち果たしましたね。そうですね、うん、ピンポイントでゲージが溜まってしっかりそこを見ていました。1セット取り返したのはハイタニ。結構もうかなり若く重ねる強気に重ねる方向にしてましたね今の攻め、うん、ハイタニさんからの確認でねしっかりと仕留めました。さあ1対1並びましたこの両者。この砂浜で打ちますね。おテイク100列一発。いやーじわじわと、いやー今の飛び道具出なかっただけと思うけど漏れ中弾がね当たるっていう運がメナに味方しているか。おいしい、おラッシュで叩きかける。おいしい、確認しているインパクト足りないが炎症ずらしてきた。謎の推進力でメナ RD が宙を舞う。最大狙いすぎましたねメナ。いや上げ抜けずついジャンプ強 P の下の判定の強さが残んないかな。おっとミスった出ない。うわーなんだよリブそこは最後ライジングアッパーなんだ。何でもよかったですけどね今一番ゲージ溜まりそうな。そうですね、あそこ別にしゃがみ中盤とかでも終わったんですけどはいルート選んできました。さあラウンド接種はメナ RD 足追い込まれて入ったりインパクト。いやさすがですね、さすが見ています。会場からのどよむけの声が上がる。いいですねこの会場の声が入ってくるそうですね。ただうわー体育も間に合っている。よく見ています。ハイタニ上ここは迷うところか。ただついに球に合わせました。カウントからコンボバンアウトで終わりますが、うまいうまい検証読んでる。避けて少し残ります。見てるキー交渉モダン出た。モダンこの割り込みがいいですよね。はい、モダンもありますがやはり素晴らしい意識配分ですよね。うん素晴らしいですね。対空がすごい出てるんで今、うん、投げを重ねるメナルディ追い込まれた。ハイタニはどう切り返すか。上入れ替えた。ガードでもいいパリでもいい端から出れればいい。中身のパニックがクラップしたの、うん、投げ抜けに、うん、レイダイダメージ、うん、そうですね、ヘイルライダーヘイルライダー痛いよ。どうでしょうか。倒しきりだ。あなるほど。やっぱこいつのこの投げ釣りにジャンプダイパンかなり試合決めちゃってますね。そしてメナルディもこれで倒しきるのをよく理解しています。把握しているという倒しきりへのラインの判断凄まじいものがあるメナルディ。キャッこれですね。ワンボタン見てからアザンシュで抜けていく。いいですね。枝を通して足だ。この展開この展開追い込んでインパクト百列から今回は転職ダメージを言う。おお確認これは交渉がおっとゲージ落としましたね。はい、ただやっぱモダンなのでここ結構安定感ありますね。確かに違うところあるんで時間を使えば使うほど相手のゲージは増えていく。いいバックジャンプしのいでしのいで。いや全然ですね、全然問題ないですね。インパクトまだ2回ほど読み合います相手に。さあゲージ2ゲージあるんでまあもう最悪使ってもいいですねこれ。あれ見ますね削りがあるよ。削り倒せますね。投げ抜ける。気づいた。うわっ、どこまで減る、どこまで減る。イレイザーどこまで減る。残るでしょこれはさすがに。いやこれはいったうそ。サプレッサー軸ずらしここで決めてきましたメナールディ。削りに来るの待ってましたね。まさかの機体パイ、ま、用意してましたね。はい、マジか。暗い判定がずれることによって相手の技を避けることは可能。ここで持っていましたかメナールディ。引き出し多いな。
今まで初めて見たもんな、対策そうす、出してこなかったし、そうですね、今まで一回も見せてこなかった技をあの土壇場で出してくれる切り札ですよね。どんだけ倒し切りが見えてるんだっていうところですが、宝玉戦、ここはハイタニが抜けていきました。運んで、ダメージ重視、投げる気を誘いますが、メナーでも引っかかりませんが、インパクト通して通してますね。連勝客くれと取り切りたい、これ重ねて、前ジャンプは許しません。ダメージ、ダメージまだ重ねる。もうゲージ温存しなそうですね。でもハイタニさん、さっきのやられ方かなり嫌だったんで。そうですね、ハイタニこれでバーンアウトです。体力はありますが遅らせてきた。半分ほど削られればもうリーサル圏内です。さあ嫌だ、投げ抜けをかかれるのは嫌だ。ただインパクトも怖い。マウント、おっと、バンタンブラスどうでしょうか。倒しきり、あまりにも倒しきりの判断が凄まじい。これがドミニカの英雄メナールディ、ハイタニを下